今日の竜創造合体はサソリ座の女さん、そして市川莉子さんからいただきました。ティラミーゴ1体、ディメボル系の2体合体だ。名前は市川さんが送っていただいた騎士竜王ファイヤーでいきます。竜創造合体にディメボル系のが登場するのは2回目だね。そもさん、騎士竜王ファイヤーってどうなん？さあディメボル系の2体張り切っていっておいで。サソリ座の女さん、市川さん、行きます。竜創造合体ドーン、ディラー、騎士竜王変形シーン割愛。祖母さん、合体準備ドーン、ボフ、ピシッ、ピシュ。祖母さん、合体順、それもう言った。あ、I'm sorry. ボーン、ピシッ、ドーン。君は早々に後ろね。このアングル、この場所、なんか落ち着くティラ。ピシッ、ピシッ、ピシッ、ピシュ。ゴゴゴゴゴゴゴ、ピシッ。ゴゴゴゴゴ、ピシッ。ソモさん、ソモさん、ドーン、ブフッ、ピシッ、ブワッ、ピシッ、ドーン、ピシッ、プシッ、ジャキーン、デデン、完成、騎士竜王ファイヤー、メラメラ、プシッ、デーン。ディメボル系のいいね。背びれのパーツが炎っぽくてかなりかっこいい。今回の合体は左右対称だけど、いい感じにまとまっております。やっぱり肩の背びれパーツは目立つね。オレンジ、クリアパーツを一箇所に集めることで、炎感を演出。そして胸は、フレイザード。いろいろな可能性を秘めているこの下半身パーツ。今回は腕と足に装備。でで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 ん。時間切れ。はい。よし、前田。もう一個見せてやれ。違うパターンの竜創造合体よ。よし、任せろ。おじさん頑張るよ。では、騎士竜王ファイヤーの別パターンに、竜創造合体だ！続く！お疲れ様です。前田です。いつもご視聴ありがとうございます。まさとし前田チャンネルでは、騎士竜戦隊竜創ジャーのデラックス玩具、騎士竜王を使って、いろいろな合体遊びをしています。視聴者の皆さんが考えたオリジナル竜創合体の遊び方をぜひ教えてください。私が考えたオリジナル合体や視聴者の皆さんが考えてくださった合体の仕方、それを竜創造合体シリーズとしてシナリオを勝手に制作、合体シーンも僕が勝手に考えて作ります。応募フォームやコメントで皆様からいただいたアイデアは一つずつまさとし前田がチェックしております。現在は皆様のリクエストにお答えするためにこんだけあります。おもちゃ屋さんか。ちなみに、それぞれの数を言いますと、ティラミーゴが3体、他の騎士竜は4体あるぞ。視聴者の皆さんが色々なアイデアをくれるので、ティラミーゴの2体合体とか、僕には思いつかなかったような合体方法が、竜創造合体でできるようになりました。これも一重に俺のミルニードルのおかげ。送っていただいたアイデアが採用された方は、竜創造合体の動画の中で、発表、お礼を申し上げます。ファイブナイツをベースにしたものや、騎士竜王をベースにしたシンプルなもの、とにかくごちゃごちゃ合体させたもの、たくさんのアイデア、コメントをお待ちしております。できれば俺を後ろに回す合体はやめ。ということで、皆さんの力と、まさとし前田の力を一つに合わせ、ドルイドもびっくりするような竜創造合体を決めようぜ。ああ、できれば俺の顔を前の方に。
リュウソールのことも忘れないでね。いやー、シンプルに3体合体とか、シリュウオをいじったりとか、スリーナイツのバージョン違いとか、ファイブナイツをベースにぐっちゃぐちゃにくっつけたりとか、とにかく今までいろいろなやつをやってきたね。中には微妙なやつもあったけどね。マサトシマエタの思考回路はワンパターンだからな。し、やる気なくしたらどうするのよ。お、これかっこいいな。俺たちのロボットは他の戦隊と違って自由度が半端ないぜ。ティラミーゴ1体、タイガランス2体、アンキローゼ2体とか、ミルニードルを4つ使った合体とか、いろいろなアイデアをいただいたね。中には息子さんが考えてくれたやつをお父さんが送ってくれたやつもあったぞ。しかも写真付きで、今現在リュウソウゾウ合体の応募フォームには写真をつけることもできますので、こんなかっこいいやつできましたっていうのを送ってくださると、それの合体シーンを勝手に僕が考えて作ります。同時に敵キャラに使うロボットのアイデアも募集しています。私のチャンネルでは敵キャラを他の戦隊のロボットにやらせますので、この怪人はこういう特徴があるからこのロボットがいいとか、この敵はこういう攻撃をしてくるからこのギミックを持ったロボットがいいんじゃないとか、そういったアイデアがいただけたら嬉しいです。敵キャラを選定する際の理由付けになるので非常にありがたいです。ちなみに我が輩は目立つところにつけてほしい。かっこいい、面白い、イケてる、リュウソウゾウ合体遊びを教えてください。皆様からのアイデア、コメントお待ちしております。よろしくお願いします。前田でした。